今日もシノの365日毎日コーデをお送りしたいと思います。今日のテーマはデニムシャツ着回しコーデです。では全身のコーディネートをご覧ください。どうぞ。フラッティビー、この前のセカンドチャンネルでも上げてましたが、今年の春夏のトレンドにデニムっていうキーワードが入ってました。そこで今日はいつもワンパターンになりがちなデニムシャツのコーディネートをご紹介したいと思います。デニムシャツっていろんな着回し方ができると思うんですけど、逆にそれが難しいっていう方も多いと思うので、私は今日ですね、ちょっと大人っぽい感じでカジュアルすぎずかといって硬すぎずという感じのさじ加減を目指してみました。まずですね、今日はこのファーのハットですね。ファーのハットを被ることによってちょっとふわっとした女性らしいイメージが出やすいです。そしてトップス、そしてボトムスは両方ちょっと固めのカジュアルな男性っぽいイメージでシュッと決めてみました。そして足元のヒールですよね。これでさらに女性らしさ、帽子に加えて出るんじゃないかなと思います。あとはアクセントとして色のアクセントはバッグで入れてみました。これはこの前紹介したバッグですが、赤の色がとても鮮やかで綺麗なのでパッと目を引くいいスパイスになるんじゃないかなと思います。デニムのコーディネートちょっとワンパターンになりがちだなっていう時は、上下は特に変えなくてもいいと思うので、小物を足すことをしてコーディネートを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います。フラッティビー、今日のコーディネート少しは参考になったでしょうか。今日のコーディネートは以上です。下にリンクを貼っていますが、 Twitter と Google プラスをやっていますので、ぜひフォローをお願いします。セカンドチャンネルまだ見てない方、ぜひご覧ください。そして登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルもまだチャンネル登録されていない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ということでまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。